新型トヨタ、アリアが斬新な機能を満載して登場し、受注が好調のようだ。気になる機能がデジタルインナーミラー、前後カタログが機能付きだ。ほぼドライブレコーダー、ドラレコのような機能を備えるが、トヨタではそうは呼んでいない。その理由はどこにあるのか。そもそもデジタルインナーミラーは後部に専用のカメラを備え、後方の様子をルームミラー上に映し出せるというものだ。車内に荷物を積んだ状態であっても後方視界を確保できるということで、トヨタ車以外でも多くの車に採用され始めている。新型ハリアーではここに前方のカメラを加え、デジタルインナーミラー内のマイクロ SD カードにその映像を記録保存できる録画機能を追加装備した。これを工場装着で標準装備したのはトヨタ車として初めてのことだ。海外でもおそらく今までなかったと思う。前後型のカメラで撮影した映像を記録保存するとなれば、誰もがドラレコを思い浮かべるだろう。しかし、冒頭でも述べたようにトヨタはドラレコとは表記していない。それはなぜなのか、開発担当者に話を聞いてみた。答えてくれたのはトヨタ自動車のコクピット電子システム開発部の木村雄心さん。木村さんによれば、ドラレコと呼ばない理由は以下のようなことがあるという。アリアのデジタルインナーミラーを企画した時点で、車両前後の映像をより高解像度で記録することだけにフォーカスしたそうだ。そうした背景もあり、音声記録やプレビューができず、駐車時の監視にも対応しなかった。ドラレコのように衝撃を受けた時の映像は別フォルダーに保存される機能は備えるものの、その感度は固定となっている。つまりこの仕様ではトヨタとしてドラレコと呼ぶことはできないと判断したわけだ。またカメラの画角も一般的なドラレコよりも狭い。前方は水平で55度、後方は50度しかなく、一般的なドラレコが100度前後以上の画角を備えていることを踏まえると、撮影範囲はかなり狭い。この画角に設定した理由については回答が得られなかったが、その効果として画角が狭くても自分の運転が車線をはみ出していたかどうかを証明できるし、レンズが広角でないため前後の車をより鮮明に記録できるメリットはあると話す。一方で木村さんは、画角が狭いことで直近で左右から突っ込んでくる車や歩行者を捕捉することに弱いのは確かだ。しかし前方ならぶつかる位置から2秒前から相手車両を撮影して保存しておけるし、レンズをやや望遠鏡としたことで相手が遠くにいる時点から鮮明に記録できるとも話す。確かに一般的なドラレコのように画角が広いとレンズの特性上ナンバーを読み取れる状況になるには近づいてから出ないと難しい。画角を望遠鏡に振ったことで、新型ハリアーではむしろ相手車両は鮮明に撮影できるメリットが生まれたというわけである。